中国が福島原発の処理水放出を問題視した本当の理由反日なわけではない。近年、アメリカに次ぐ強大な国家として台頭した中国に対する恐怖が広がる中、多くの誤った中国に関する解説が、あたかも真実であるかのように拡散されています。しかし、今こそ必要なのは、中国を正確に理解し、適切に対応することです。近隣国である中国が急速に成長し、その影響力を拡大するにつれて、日本国内でも中国に対する言論が増え、虚実が入り混じった反中の言説が多く見られるようになりました。中国専門家であり、月刊中国ニュース編集長の中川浩二氏は、そのような偏った情報に惑わされず、中国の実態を正しく理解することが不可欠だと主張しています。同氏の著書、日本が勝つための経済安全保障エコノミックインテリジェンスは、その理解を深め、どのように中国に対処すべきかを説く内容となっています。ここではその一部を紹介します。中国に関する言説の増加とその問題点。近年、日本国内における中国に関する発言や報道が急増していますが、その中には、内容が偏ったものや、誤解を招くようなものも少なくありません。特に、著名な論者であっても、過去の旧共産主義国の失敗を根拠に、現代中国の習近平政権が独裁体制として崩壊する可能性を過剰に強調するケースが見受けられます。しかし、現実的には中国が強力な国家であることは事実であり、単に悪の独裁帝国として一方的に批判するだけでは、中国の真の姿を理解することはできません。中国の内政の論理を理解せずに、なぜ中国が現在このような行動をとっているのかや次に何をするのかを推測することは、的外れであり、むしろ日本の政策決定に有害となる可能性があります。特に、中国の軍事や政治的動向については、多くの誤解が生じており、それに基づいた議論が行われることがしばしばです。対中認識の重要性。中国を語る際には、まずその前提となる対中認識を正確に理解することが重要です。現在の焦点となっているのは、中国による台湾侵攻、いわゆる台湾有事に関する議論です。これに関しては、発生が避けられないとする断定的な意見も多く、論点は、それが2年後か、5年後かといった具体的なタイミングに集中しているかのように見えます。中国は東シナ海に位置する尖閣諸島への野心を示し、南シナ海でも関係諸国と摩擦を生じさせているため、台湾への侵攻は時間の問題だとする見方が根強く存在しています。しかし、こうした極論はデマゴーグの手法であり、感情的な反応を煽るだけではなく、事実を歪める危険性があります。経済安全保障の視点から見る対策。中国が覇権を追求し、領土や領海を拡大しようとしているとの前提で、日本国内でも中国発の軍事衝突の危機が強調されることが多くあります。特に、台湾有事や東シナ海での摩擦が議論の中心となっていますが、実際には中国の動向を冷静に分析し、適切な対処法を見出すことが必要です。単に危機感を煽るだけではなく、具体的な政策を論じることが重要です。本書では、そのような状況に対処するための経済安全保障について詳細に説明されており、日本が今後どのように中国に対して経済的な戦略を立てていくべきかについて解説されています。中国に対する誤解や偏見を払拭し、正確な情報に基づいた対策を講じることが、日本の未来にとって重要な課題です。本書はその一助となる力強い一冊です。中国の行動に関して、すべてが反日思想に基づくわけではない。中国は領土的拡張に関心があるのは確かですが、中国共産党の指導部は単純に拡張主義にのみ焦点を当てているわけではありません。彼らが抱える課題には、外交や内政の管理も含まれており、九段線や台湾問題が全ての焦点であるとは言い切れません。さらに、中国が日本に対して行う政策や発言が、全て反日思想に基づいているわけではないことを認識する必要があります。インテリジェンスの観点から見ても重要なのは、例えば、台湾有事に関してです。
この問題に対する中国やアメリカの動向を観察することが求められます。特に、中国中央の意思決定プロセスを理解することによって、台湾をめぐる緊張の高まりや緩和を分析することが可能です。例えば、アメリカ大統領選挙の結果は、台湾有事の発生可能性に直接影響を与える一つの要因です。しかし、20XX 年に台湾有事が発生するというような性的な予測は、動的な観察や分析とは異なり、あまり信頼性がないと言えるでしょう。中国政府の対応とその背後にある思考プロセス。2023年8月24日に福島原発の処理水放出が行われた際、中国政府はこれを強く問題視し、国内外で大きな反発を巻き起こしました。青島市の日本人学校に石が投げ込まれる事件や、福島県内の店舗に嫌がらせの電話がかかってくるなど、反日的な行動が目立ちました。さらに、中国当局は日本産の海産物に対する禁輸措置を発表しました。これに対して、いくつかの異なる見解が浮上しました。一部の保守派は、中国政府が反日的な独裁国家であるため、故意にこのような行動を引き起こしたと解釈しました。一方で、政府批判派は、日本政府が事前に適切な協議を行わず、結果として中国が過剰に反応したのだと説明しています。しかし、実際には、中国は反日的な姿勢を取らざるを得ない状況に置かれていたという背景が存在します。これは表面的には合理性がないように見えるかもしれませんが、中国中央政府の内部論理に基づけば、ある程度の合理性が見えてきます。では、なぜ彼らはあえて不利な戦いを日本に挑んだのでしょうか。中国の国内事情と国際的な戦略が背景にある可能性が高いです。中国政府は国内の世論や政治的安定を優先し、対外的に強硬な姿勢を見せる必要があったと考えられます。2011年の福島原発事故当時、中国の胡錦涛指導部は放射能の影響に対して非常に過敏な反応を示しました。このような反応は、一部ではヒステリックとも言えるものでした。中国共産党の組織は、指導者が交代しても党そのものは変わらず存続します。そのため、過去の決定について、間違いだったと公に認めることは難しく、党組織としての無謬性、誤りがないことが強調され続けます。これにより、福島事故に対する当時の反応を覆すことができず、結果として2011年に放射能の危険性をあれほど強調したのだから、今回の汚染水問題においても同様の厳しい姿勢を取らざるを得ないという論理が組織内部に根強く残る可能性が高いのです。この状況を踏まえ、さらに他の可能性についても考察してみましょう。まず考えられるのは、国内の不満をそらすためのガス抜き仮説です。この仮説によれば、政府が汚染水問題を利用して国内の不満をそらそうとしている可能性がありますが、これはあまり高い蓋然性を持つとは言えません。中国当局は、抗日プロパガンダを主に知識レベルが低い大衆向けに展開しており、その大衆は容易に影響を受ける傾向があります。しかし、当局が本当に恐れるのは、社会的影響力を持つ知識人層、エリート層の反発です。不景気や言論統制に対して不満を抱くこの層は、処理水問題における中国側の主張が科学的根拠に乏しいことを理解しており、プロパガンダに流されることはありません。そのため、非科学的なプロパガンダを展開しても、知識人層からの不満が解消されることはほぼありません。次に、日本の反応や周辺国の対応を観察し、データを収集するための実験仮説について考察します。この仮説はある程度信憑性があると考えられます。中国は、日本がどのように反応し、どのような対応を取るかを観察し、今後の戦略立案に活用するためのデータを蓄積している可能性があります。これは、OODA ループ、観察、法務会付け、決定、行動、という戦略手法の一環とも言えるでしょう。中国側は、今後の日本との言論戦に備え、今回の反応データを収集している可能性があるのです。今回、日本の反応は非常に迅速かつ効果的でした。
国際機関を通じて科学的根拠を提示し、各国の在外公館のウェブサイトでも日本の主張が正しいということを広く発信しました。これにより、中国の主張が非科学的であることが国際的に認識される結果となり、日本は効果的に対抗できました。特に、中国が正当性維持のために後に引けないという弱点を巧みについたことが、今回の日本の対中外交の成功を支えた要因となりました。この一連の対応は、近年の日本の対中外交において極めて効果的であり、評価されるべきものでした。まず、相手を理解することが不可欠です。中国についての批判が多く見られる中、単に日本政府が悪いや、習近平は愚かで、科学を無視して無謀な行動をとるというような極端な意見を繰り返しても、日本にとって何の利益ももたらしません。こうした表面的な批判に終始することは、問題の本質に迫ることができず、相手国への深い理解を妨げます。中国が経済的にも軍事的にも大国化するにつれて、ますます重要になるのは、相手国を正確に理解する姿勢です。具体的には、中国共産党という組織、彼らの意思決定プロセス、そして内政や外交の仕組みを理解することが求められます。これができなければ、中国の政策や行動の背景を正しく評価することは難しいでしょう。内政のメカニズムを理解せずに中国について語ることは、基礎の整っていない土地に家を建てるようなもので、結果的に信頼性のない分析に陥ってしまうのです。共産主義だから、反日だから、独裁国家だから、というような一面的で古い中国観に基づく分析では、現代の複雑な国際関係や安全保障問題、経済情勢を適切に即えることはできません。こうした単純な枠組みで中国を論じても、視聴者や読者にとって説得力のある議論とはならず、誠実な議論とも言えません。次の記事、尖閣沖、中国漁船衝突事件が示したもの、異常な日中関係の終焉では、日本が経済安全保障政策を整えるに至った背景としての日中関係について詳述しています。この記事には、国際法国際機関事実を無視し、自分の都合を正義のように喧伝する中国共産党にどう対応するかの主張が抜けている。日本企業の中華人民共和国から撤退、部分撤退が進んでいる現状、緩やかにデカップリングを進めることは賢明な対処の一つである。この現代ビジネスに対しては、記事そのものが中国擁護の立場であるから聞く耳は持てない。そもそも中国をここまでの経済力を押し上げたきっかけは田中角栄の日中国交正常化から始まっている。日本の政治家の責任は大きい。これからは中国を衰退させるために動いてほしい。そして国内の外国人に対する規制を早く法整備しないと乗っ取られる将来が見えてくる。もうすでに不動産関係では見え始めてきている。